ペナイン山脈、ペナイン山脈、ペナイン山脈、またはペニン山脈、ペンニン山脈は北イングランドから南スコットランドにかけて伸びる低い山脈である。グレートブリテントを中央部に位置する北西イングランドとヨークシャー、北東イングランドを隔てている。しばしばイングランドの背骨と呼ばれ、ダービーシャーのピークディストリクト、 クレーター・マンチェスターの東側と北側の橋、ランカシャーのウェスト・ペナイン・ムーアを通って、イングランド・スコットランド国境のチェビオット・球場の北側で途切れたペナイン山脈は、西側ではランカシャーへ続く、ホレスト・オブ・ボーランドという低い山地になっている。主要な谷の上流部に多くの貯水池を備えた重要な収水地域でもある。この地域はイギリスで、 最も景色の美しい地域であると広く考えられている。北部ペナイン山脈地域がニッターデールに指定される。一方、ペナイン山脈の一部はピークディストリクト国立公園、ヨークシャーデールズ国立公園、ノーザンバーランド国立公園である、ペナインウェイである。最初にペナイン山脈の名前が記録されたのは18世紀の偽造文書である。この文書は 古代ローマの将軍の報告書を装って書かれたもので、偽造であることが判明するまで歴史学に多大な影響を及ぼした。ペナイン山脈という名前はおそらく、イタリアのアッペニン山脈の影響を受けたもので、その当時のイギリスの紳士階級の多くは、グランドツアーでイタリアを訪問した経験があったために、式があり、また同じケルト系の語源を持つものであると考えられる。町屋。 地形の名前はこの地にかつて住んでいたケルト人、そしてその後に来たローマ人の痕跡を残している。例えばペンリス、エデン川、カンブリアなどである。より多くの地名はアングロサクソン人やノース人の居住地から来ている。ヨークシャーやカンブリアでは、標準の英語では普通用いられないコノルド語由来の多くの言葉が日常会話で用いられいる。例えばギル。 狭く険しい谷、ベック、小川、フェル、丘、デイル、コクなどである。ペナイン山脈は南北方向に伸びる終局となっており、軽質砂岩やその下に石炭機の石灰岩から構成されている。石灰岩は北の北ペナイン特別自然美観地域から南のダービーシャーピーク地クマの範囲で表面に露出している。 ヨークシャー・デールズではこの石灰岩の露出により地下の大規模な小入道や水路が形成されており、ヨークシャー方言を超える深さのゲーピングギルを超える深さのローテンポットのような変わった地形もこの地域に形成されている。石灰岩露出の北から南までの範囲でスキップトンとピークの間に狭い形質砂岩地区がある。結岩や砂岩が高い丘を形成し、大半を ゲ野やデータンチの高地が占めて、工作は困難で過労じて牧草地として利用できる程度である。ペナイン山脈の風景は、おおむね、ムーアと呼ばれるゲ野の高地であり、これに、いくつかの川により刻まれた、肥沃な谷がある。ペナイン山脈は、北部イングランドにおいて、主要な分水海となっており、地域を東西に分割している。エデン川、マージン川は、 ペナイン山脈に源を発し、西に流れて、アイリッシュへと注いでいる。反対側では、タイン川、ティーズ川、スウェール川、ニット川、ホーフ川、ドン川が源を発し、東へ流れて北海へ注ぐ。山は、あまり高くなく、しばしばフェルで2930フィートで、この他に、主要な山は、ミックルフェル2585、 フィート788メートルワーンサイド2415フィート736メートルイングルバラ2372フィート723メートルハイシート2328フィート710メートルワイルドボアフェル2324フィート708メートルペニージャン2274フィート 693メートル、キンダースカウト、2087フィート、636メートルがある。イングランドは、同じような風景の特徴を持った地域に分割されている。これらは、ジョイントキャラクターエリアと呼ばれている。ジャカは、国土の空間的な枠組みとして広く、認識されているが、その境界線はそれほど正確ではなく、多くの境界は繊維のある広いゾーンとして、 考えなければならない。ペナイン山脈には銃のャカがあり、以下の通りとなっている。ペナイン山脈のボーランド地区は、大半が深く侵食された、形質砂岩の山からなる、中央高地に占められている。これらの山には広大なヒースで覆われたデータンの原野と湿地がある。山の低い斜面には、石造りの農場や小さな村が点在しており、開拓された原野を利用した、 牧草地を囲う石垣が縦横に巡らされている。側面が休憩者になっている樹木の茂った谷が、高地と低地の風景をつないでいる。地区の南東では、広い針葉樹の植林地帯となっており、また東側の石灰岩地域は、豊かな生態系の牧草地を支えている。イングランドの基準では、かなり人口の少ない地域である。この地域の主要な経済活動としては、牧羊。 採石、観光などがある。ペナイン山脈にある三つの主な途切れた部分は常に東西の交流路として用いられてきた。タインギャップはカワライルと入荷するアポンタインの間にあって高速道路69が通り、ステインムーアギャップとエアギャップはランカシャーとヨークシャーをエア側とリップル側の谷に沿って結んでいる。リーズリバプール運河もペナイン山脈を横切っている。 それ以外の場所では、ペナイン山脈はトンネルでも、道路でも依然として越えることが困難な、障害であり続けている。道路は冬には何日か雪で閉鎖されることがある。鉄道では、マンチェスターのマンチェスタービクトリア駅と、マンチェスターピカデリー駅からハッタースフィールド線まで運行されている。この路線の運営会社の名前はファーストトランスペナインエクスプレスであり、 ペナイン山脈を横断して北西部と北東部を結ぶ列車の運行をしていることから来ている。この地域には、青銅器時代の集落の遺跡が多くあり、またロングメッグハードオーターズのある、新石器時代の集落の遺跡もある。ペナイン山脈は、ブリガンテスの部族連合の支配下に置かれていた。この部族連合は、ペナイン山脈に居住する小さな部族で、 主に構成されており、防衛と外交で協力していた。ブリガンテスは後に初期の王国へと発展した。ローマ時代にはブリガンテスはローマの支配下に置かれた。ローマ人はペナイン山脈の天然資源と野生動物を搾取した。ペナイン山脈はアングロサクソン人の西への信仰の主要な障害となっていた。彼らが征服された後でも、 彼らははっきりとした、ケルト系のアイデンティティを保ち続け、今日でも保っている。暗黒時代には、ペナイン山脈は、多くのケルト系、アングロサクソン系の王国の支配下にあった。北部地域は当初レッチド王国があり、これが崩壊した後北ペナイン王国と、南ペナイン王国によって引き継がれた。ノース人の時期には、ペナイン山脈の地域では、 デエン人のバイキングが東側に、ノルウェー人のバイキングが西に少人数が住んでいた。バイキングは、あまり多くは、住んでいなかったにもかかわらず、地名に多くの影響を残していった。イングランドが統一された時に、ペナイン山脈はイングランドへ組み入れられた。ペナイン山脈は、ジャコバイトのイングランドへの攻撃の主要なルートであった。彼らは、ビクトリア朝時代に酷使された。 ローマ時代以前からローマ時代にかけて使われた言語はケルト系やウェールズ系の言語であった。中世初期にカンブリア語の方言であったのか確定することは難しい。カンブリア語が話されていた地域の広がりを確定することもやはり難しい。アングロサクソン人の時代にはケルト語が他のイングランド地域に比べてペナイン山脈では長く残った。最終的に ペナイン山脈地域のケルト語は12世紀に初期の中英語に置き換わった。コノルド語の時代にはバイキングの住民はコノルド語やコデンマーク語を主にヨークシャー・デールズやピークディストリクトの一部へコノルウェー語を主にペナイン山脈西部へ持ち込ん。最終的なサクソン人のウェッセックス王国によるイングランド統合により純粋なノルド語による会話はイングランドから。 消滅したが、ペナイン山脈では他の多くの地域より長く残った。しかし、ノルド語と古英語の融合は中英語、そして現代英語を形成する重要な部分となっており、多くのノルド語の単語が地方の方言で使われ続け、また地名として使われている。ノルマンフランス語はペナイン山脈の言語にはあまり影響をもたらさなかった。 上述したすべての言語は多かれ少なかれ現代のペナイン山脈の地名に影響を残している。現代のペナイン山脈における言語は英語である。民話と習慣は多くがケルトとバイキングのものに由来している。多くの習慣や民話がキリスト教徒化された異教徒の伝統に由来している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。